今日は晴天に恵まれました。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道日本ハムファイターズのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、やはり注目は両チームの1番バッターですよね。そうですね、やっぱり2人の出塁がこの試合の鍵を握っていると僕は思いますけどね。1番バッターが出塁できるんでしょうか。打順は5番ウィーラー。相手ピッチャーの制球ミスからチャンスを広げています。ピッチャー乱れているようなんでじっくり見ていきたいですよね。さあイーグルス、1打先制のチャンスです。ここは犠牲フライで OK ではあるんですが、まあクリーンナップなんでそれ以上期待したいですよね。はい、さあクリーンナップらしいバッティングができるんでしょうか。はい、まずはストライク。低め、絶妙のコースに決めてきます。ストライクを先行させていきます。低め打った、セカンドの右、抑えた、二塁フォースアウト、ダブルプレイ、チェンジです。先制のチャンスがあったイーグルスですが、そのチャンスを生かせませんでした。楽天イーグルス、痛い敗戦となってしまいました。とても緊張感のある引き締まった内容となりました。あと一歩と残念ではありましたが、いい試合だったのではないでしょうか。明日以降巻き返しに期待したいと思います。勝ったファイターズ、接戦をものにしました。一方のイーグルスですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルス敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで楽天生命パーク宮城から失礼します。本日は最後までご観戦誠にありがとうございました。どうぞお帰りの際はお忘れ物のないよう、またお足元にお気をつけてお帰りください。またゴミの分別にもご協力ください。ご観戦誠にありがとうございました。